フラットアース、地球平面説。まあ、僕はこのフラットアース説を知ってから地球が球体なのか、平面なのか、はたまたどういう形なのか、はっきり言って分からんなということに気がついたんですよね。まあ、あの、そういう話をすると、こう、どうしても、なんていうのか、自分の論理体系の範囲内というのか、理解の範囲内というのか、 そういうことで、こう、物事を捉えてしまうっていうんですかね。考えてしまって、その狭いこう思考範囲でこう他人を規定しようとしてくる人が、こう、意見をしに来たりしてしまうんですよね。まあ別に僕はそういう人がいることは構わないんですけど、意見されたって、まあしょうがない話なんですよ。こういうのは。ただ、そういうことがまあわからないんでしょうね。 考える力がちょっとと弱いというのかなので、うどうしてもそういう,こう自分のこう考えの範囲とかこう思考範囲からこう逸脱していることがこう理解できないとなってしまってこう思わずコメントなり何なりしてきてしまう人がいるんですけど僕は分からないものは分からないと思っておきたい人間なんですよね。で、まあ科学っていうものにこう重きを置いている人間っていうのは 科学っていうのは、こう、長い間、こう、積み重ねられてきた、検証に検証が重ねられて、こう、実証されてきたものなんだと。そういうものに疑いを持っている時点で、あの、科学っていうものをちゃんと理解していないんだ、みたいな考え方になる人間っていうのが、一定数いるんですけど、それはそれで僕はいいと思うんですよ。そういうふうに、こう、検証されてきたものなんだから、そういうものは、自分は信じると思う人は別に信じたらいいんじゃないんですかって思うんですけど、僕には、その、 信じるに値するのかどうかっていうところの決定権っていうんですかね。それは僕にあるんですよね。僕はどのようなこう経緯なり何なりでその科学的に検証がこう積み重ねられたと,といえ、僕自身がそれを答え合わせできない限りは僕はわかりませんとしておきたい人間なんですよ。 こう、多くの科学者とか信頼できる人たちがこれがこうなんだっていうことを確かめたっていう情報を得られたからって、それはそういう人たちがそうなんだっていうことを確かめただけで、僕が確かめたわけではないんですよ。なので僕はわかりな、わからないっていう立場に立つしかないっていう話をしているのに、わからないっていう立場に立っているっていうことはそういう理屈を理解できていないんだって考えてしまう、ちょっと こう頭がキッと何て言、ね、<laughs> う,うのか、そういうその科学を盲信するのはいいんですけど、こう、物事の理解っていうのか、まあ、国語の理解っていうのか、人間理解っていうんですかね、こう、わからないですけど、なんかそういうものがちゃんと理解できない人っていうのが、こう、一定数いるんですよねで。始末が悪いのは、その科学を理解しているっていうことが、なぜか自分は偉いと思ってしまっているっていうんですかね。 なんかそういう不死を感じるというのか。別に他人がこうどういうことをこ信じようが、どういう考え方であろうが、どういう主義であろうが、自由なんですよ。別に。なんていうか、その、いくら科学なりなんなりで多くの検証がされて、多くの学者なりなんなりが、こう、同じような答えを導き出しているということがあったからって、それの答えをなぜ自分が決定できるのか。 僕はそういうことを考えているんですよね。まあ、言うなれば、地球から月までの距離は38万キロとされていますと。これはあらゆる計算によって導き出されているんだ。これ科学的に証明されていると言われているんですよね。で多くの人はそれで信じてもいいでしょうと。しかし僕は分からないんですよ。そういう情報があって、そういう風に科学的に証明されているっていうことは、これ理解しているんですよ。で、どういう計算式で、 なるほど、そういう計算式があって、それ,それならこうだって言えるに足りゆる計算になるんだ。それは理解できますよね。しかし、それが正しいのかどうか、僕は答え合わせできないんですよ。僕が。計算なりなんなりでは出せるんですけど、これに関しては僕は地球の形も同じように考えているんですよ。地球の形に至ってはもうあらゆるデータなりなんなりでこうだと。 決定されているからそれを信じなさいと言われてもあの自分はそういういろんなデータが地球が球体であるということを示していることを理解できたからって僕は答え合わせできないんですよそういうことがあるそういう考え方があるっていうことを多分,分からないんでしょうねだから自分のその狭い知見の中でこう物事を見てしまってそういう考え方に なっている人はこう論理が破綻しているとか理解不能だとか思ってしまうんですよ。違うんですよ。別に地球が球体であるっていうデータなり情報なり論理なりそんな,そんなものは理解してるんですよ、空。だからといってそれがそうであるとなぜ僕が言えるのか。僕が検証したわけでもないし、僕が確かめたわけでもない。答え合わせをしてないんですよ、自分が。 だからわからないと言ってるんですよね。神様はいません。論理的に考えてもいないし、科学的にもいるっていうことが証明されたことがない。これもう間違いないですよね。しかし、答え合わせできないんですよ。いるのかいないのか。できないですよね。だからわからないっていう話をしてるんですよ。こういうことが、あの、わからない人がいるんですよね。 特に科学を重要視している人っていうのか、このフラットアッセスの話をすると、たまにこう出てくるっていうんですかね。人は変わるんですけど、なんか同じところでこう思考能力が止まっているっていうんですかね。もっと広い視野で物事を考えている人いるんですよ、と。そら地球が球体であるっていう、それがその科学なりの検証データと同じように答え合わせをしてみたらそうだったっていう可能性もあるでしょう、そら。 だからといって、それは答え合わせをした人がそうだと言えるのであって、僕は答え合わせをできていないのでわからないって言ってるんですよね。なんか、なんて言うんですかね、こう、自分の、こう、知見の範囲内で、で、もう物事をすべて分かったように思ってる人がいるんですよね。あの、いろんな考え方とかあるんですよ、と。<laughs> まあ、そういう人が、こう、現れるんですけどこ、これはもうしょうがないんですよ。なんていうのか、こう、 そういう人が一定数いるっていうのはしょうがないっていうんですかね。まあ、僕からするともう災害にあったみたいなこうぐらいで諦めるしかないというのか、説明しても多分こう理解されないっていうんですかね。そういうことを喋ってるんですよと。科学的にこう地球が球体だっていう証拠なりデータなりが出ているっていうのはそんなものを理解してるし、承知してるに決まってるでしょうと。だからといってそれを信用しないことがそのことを理解していないということにならないでしょうと。 なぜわからないと言うかというと、それの答えを僕が答え合わせをしていないからなんですよ。だから答え合わせをしていないことは僕はわからないと言ってるんですよ。っていう話なんですよ。なんかこれを理解できない人がいるんですよね。それがなんかさも自分の方が賢いみたいなこうマウントでコメントをしてくるっていう、こう、愚かしさをコメントとしてこう、に残してしまう人がいるんですよ。なんていうのか、面白いですよね。 まあそういうことをちょっと何日か前に思っていましたっていうのを今日思い返していましたという話でした。芸術を僕はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。